簡単に言うとおっさんが生きづらい世の中ですよね。昔からだからなん最近他にニュースないの他に、うん、あるよ。あいろ。メダルってそういえばどうなったのその後メダルその後交換あ<ー>してくれだかっていう依頼があり、うん、受理されて交換になったらしいよ。あのさあ、うん、メダルかんだのもさ、うん、ぶっちゃけ言うとさあの昔ね。 金金って、はい、あの柔らかいんですよよ他の金属よりもか、うん、だからその金が本物かどうかを確認するために噛んで、はいはい、歯型がつけばこれは本物の金だとバカじゃない <laughs> そういう確かめ方を本当にしてたんだって昔、はい、その名残でしょ金メダル噛むのってまさか偽造とかさこれメッキじゃねえだろうなみたいな疑ってるやつはいないだろうけど <laughs> 金メダル自体がメッキだからな あそうだよ。そう、なんか銀で、じゃあつかないじゃん、歯形とかって。そうだよ。だから、歯形がつけばラッキーなんだよ。<laughs> これは金だと。<laughs> これは本物だよねとなるんだよ。ついたら、そのまま返品だよ。ハハ嫌だね、せっかくの金メダル。つかないってことは、それ金じゃないですよ。だから何7ムぐらいの。別の金属ですよ。歯形がつかなかったら。<laughs> 中心銀で、6g 高の金で、メッキするだけの金メダルだから。<laughs> あじゃあメッキなんだねそうフルゴールドではない <laughs> いや本当にに缶で歯型がついたら金だって確認してたら大公開資材があって僕そっから来てると思ったんだけど違うんだね別のパフォーマンス全然違うんだ <laughs> 過去に誰かがやったのが流行っただけのはずだよいやわかるコロナとかでそのよ、うん、くないのはわかるよよ、うん、くないのはわかるんだってよ、うんはい、くないのはわかるんだけどどうも叩かれ方が加点方式なん <laughs> じゃない <laughs> 悪いのは分かってる。悪いと思います、僕も。僕も嫌です。そこはもう重々承知している。んかな難しいよね。他に面白いニュースあんのあったよ。何？かあの、どっかの国で、レイジルームっていう、レイジルーム怒りの部屋っていうのが、作られたっていうニュースが過去にあり、その、 古くなったパソコンとか、うん、ディスプレイとか瓶とかを置きまくって、はい、お金払って入るんだよ、うん、そしたらそのパソコンとか瓶を割りまくれるっていう部屋が出てその瓶とかに例えば「仕事」とか「元彼の名前とか書いて「<laughs> なるーっ,って。<laughs> <laughs> 割りまくるとそこまでさ、うん、怒りを発散せずにそのシステム化された部屋まで行きつけてる時点で、うん、だいぶアンガーマネジメントできてるよねま <laughs> <laughs> だ抑えきれてない, <laughs> <laughs> い十分抑えきれてる人だと思うよそこ。抑え,抑えきれてるけど、うん、普段のその私生活で溜まってるものを吐き出すところが作られたっていうだからそこで吐き出す ってる時点でだいぶ抑制されてるし管理できてると思うよう、うん、偉い…その人必要ないでしょ <laughs> 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 仕事って書いたらビーを投げることでだいぶ発散できるって時点で、うん、そうだ相当…もううまくいくと思いますよ <laughs> 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 その程度で発散できるなら必要な人じゃないと思うんだけどそれ怒りの発散が <laughs> 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 そうだよなだどうしてもだから感触を起こして我慢できない怒りが暴力とかで発散する危ない人だにこそ必要でしょそうそうでもそういう人ってその部屋に行く前に発散しちゃうじゃん <laughs> <そう> <laughs> 衝動的にもうカットきたらもうすぐ手出るからなその部屋行けないんだよ行ける人は十分落ち着いた人だと思うよ <laughs> てか怒ってないだろ別に <laughs> そんな <laughs> ただ割りたいだけあの部屋行くまで待っとくかみたいな <laughs> <laughs> 我慢して <laughs>。 <laughs> そ,うそうそうでもどこの国どこだったかな日本じゃないです日本ではない海外の日本じゃないだろうねああ <laughs> 面白いね他はあとやっぱり最近で言えば宇宙の話だめ宇宙アマゾンの創業者の方が <うん S 2> 宇宙飛行の利用権をねオークションで落札したと何それ10分間の宇宙空間旅行を30億だったかな オークショえで <laughs> 10分間で30億 <laughs> そうそれを落札して宇宙に行きましたと、ね、<laughs> 夢があるねで無事帰ってきたわお夢夢があるね <laughs> でそれに同乗者で過去に宇宙飛行士の選別に入って、うん、宇宙飛行士になりかけたんだけど昔だから性別のせいで宇宙飛行士になれなかった女性の老人の女性がいて、うんうん、その人を同乗者に一緒に。 連れて行きましたとで宇宙の夢が叶ったっていう感動の話がえっビダンジャンのそうそれがねニュースになってるの <laughs> すごいジェフさんでしょ確かそうジェフさんアマゾンの業者ってあ素敵な話だね10分間です昔に宇宙飛行士の夢があったけどなんか行けなかった人13人だかの選別に入ってたんだけど、うん、女性が宇宙飛行士になるなんて言語道断みたいな、うん、その風習っていうか 空気があっって落とちゃたせっかく訓練とかして慣れそうだったのになれなかったってその人が82歳だったからもうらしい話だないい話よそれも仮にさ絶対それも例えば仮によなんかそのそこら辺の宇宙に行ってみたいなみたいな15歳の可愛い女の子を宇宙に連れてきましたっつったら。 僕叩かれそうな気がするな何をわ何歪説やってんだって。過去に宇宙のうんぬん高齢の人っていうところで感動するけどなんかそこを配慮して、はい、連れていかなきゃあんないのかなとか考えると、うん、なんかもうめんどくさくなんないか <laughs> もう一人で行くわ 公にななならきゃいいいんだかなやだから日本でそれやったらまたなんかすごくめ面倒くさくなりそうなのさアメリカだからおおってなるんだよ僕らも僕らもアメリカだからおおってなるんだよでも日本で誰かがそれやるとまたなんかね金使いやがってみたいになるんだ難しいよね寄付すれ言いいすのかな確かに僕も星に名前をつけてるから幕末姿勢っていうのがあるから僕もロマンがあるよなンビダン どの辺にあるか分かんねえべです <laughs> どこにあったっけ私はリュウ座の近くにあるはず <laughs> 組み込,込まれてるのかな座に。だかにその辺の1個散りばめられて <laughs> <laughs> ストレス溜まってるのあると思いますよ世の中全体に今やっぱどうしてもね出れないっていうのが発散それこそやっぱレイジールームのもっと簡易バージョンが欲しいよね、うん、発散用のね欲しい行きたいじゃないとどうしてもな うん、たまった鬱憤はね発散したいよあるといいよなそういうのってそういうのもできないからサービス作ろうかな何いやだからなんか僕が叩かれる役として出てって <laughs> 好きにやってくださいみたい現物そうそうそうなんかこの日に僕が失態をやらかしますから、うん、それからはサービスなんで自由にただいてくださいとで1時間あたり <laughs> なんか定量化して、うん、えツイッターで僕に1回あたり暴言吐くと5円いただきますとか、うん、そう定量化してひど、はい、さのレベルもこのくらいありますと <laughs> 暴言のレベルも上10段階ぐらいあって死ねとか言われたらやっぱ100円もらいますがみたいな <laughs> そういうサービス化して現実にあってバットで殴るの5万とか。<laughs> <laughs> だからサ,ちゃんサンドバッグサービスみたいなのを作ろうかな<ー>出身するまで殴れば100バッグサービス会社みたいな <laughs> おまけになかったおしたい方をどうぞみたいなのをやろっか <laughs> そう現,現代の殴られ屋ねうん、うん、ネットの殴られ屋過去にあったなあえて自分から炎上を仕掛けて、はい、叩かれてそうみんなの笑顔を作り出すという新手の商売誰もやってないでしょないないない <laughs> 札束で殴るんだべ <laughs> <laughs>